こんにちは、本会チャンネルのサムです。今回は小林隆之さんが書かれた自律神経の名医が教える集中力スイッチという本を解説します。今回の目次は以下の通りです。1、集中力を知る。2、集中力を上げる練習。3、集中力スイッチの切り替えでパフォーマンスを上げるという順番で解説していきます。誰しもが集中できないと感じる経験はあると思います。集中力に対して悩みを抱えている人は少なくないでしょう。集中できないのはやる気や能力の問題だ、そう決めつける人がいるかもしれませんが、実はそうではないんです。集中できないのは自律神経のバランスが乱れていることも原因の一つです。本書は集中力を高めるための自律神経のバランスの取り方を教えてくれる本です。自律神経のバランスを整えることで誰でももっと集中力を持続できるようになるのでおすすめの本です。というわけで、1、集中力を知る。この章では3つのポイント。集中力は練習することで鍛えられる。集中力は2種類に分けられる。集中力のピークは〇〇歳前後というポイントについて解説していきます。まず1つ目のポイント、集中力は練習することで鍛えられる。子供の頃、親や先生から集中しなさいと言われたことはありませんか？しかし、どうやって集中するかまではあまり教わりません。多くの人は成長する中で自然と集中する方法を身につけていきます。これは例えば走ることも同じです。誰かに走り方を教わなくても気づいたら走れるようになっています。しかし、もっと速く走りたいのであれば、腕の振り方や足の動かし方を知らなければいけません。集中力もこれと同じです。集中力を高めるための方法を知り、練習を重ねることで、より長く深く集中できるようになります。そしてそのために大事なのが自律神経です。自律神経には、活動的にさせる交感神経と、リラックスさせる副交感神経の2つがあります。この2つのバランスが乱れると、イライラしたり、やる気がなくなったりして集中しづらくなります。逆にバランスがうまく取れていると集中力が上がり、良いパフォーマンスを発揮できるわけです。では続いて2つ目のポイント、集中力は2種類に分けられる。集中するということは今やっていることに真剣に取り組むことです。例えば授業中に先生の話をしっかり聞いたり、ノートを取ったりしているとき、スポーツでチームメイトや相手の動きをしっかり見て自分のプレーに備えているとき、これが集中している状態です。集中しているときは周りの音や様子に気を取られにくくなり、良い結果を出すことができます。逆にミスをしたり、他のことを考えてしまったりするときは集中が足りていない状態です。そして実は集中力には2種類あります。一つはアスリートや演奏家が短時間で成果を出すための短期集中力。もう一つは私たちが仕事や勉強で長時間必要とする持続集中力です。例えば8時間仕事を続ける場合、ずっと全力で集中し続けるのは難しいですよね。私たちが必要とするのは1日のタスクをしっかり終えるための安定した集中力です。でも気がつくと SNS を見ていたり、他のことに気を取られることはあります。そこで大事なのは、まず自分の状態を安定させることです。体が疲れていたり、天気が悪くてやる気が出なかったりすることはよくあることですが、それでも自分の体調や環境を整えることができれば、持続的な集中力を手に入れることができます。では続いて3つ目のポイント。集中力のピークは〇〇歳前後。脳科学の篠原菊則教授によると、子供が勉強に集中できるのは、大体15分くらいが限界とのことです。もちろん集中力には個人差があります。15分はあくまで一般的な数字で、好きなことや興味があることをしている場合はもっと長く集中できることもあります。またやる気のある子供は一度集中が途切れても再び集中し直す力を持っています。では大人の場合はどうでしょうか。2015年にハーバード大学と他の研究機関が発表した研究では、集中力は年を取るにつれて高まり、43歳頃にピークを迎えるという結果が出ています。これは一つの説ですが、一般的に子供よりも大人の方が集中力が高いと言えます。では続いて2、集中力を上げる練習。この章では3つのポイント。自律神経が乱れた状態では本当の集中力は手に入らない。持続集中力を手に入れる。集中に入りやすくなる習慣を作る6つのステップについて解説していきます。まず1つ目のポイント、自律神経が乱れた状態では本当の集中力は手に入らない。多くの人が集中力を高めたいと思いながら、なかなかその力を発揮できないことが多いです。理由としては体調不良、睡眠不足、運動不足、食生活の偏り、過度な仕事量、ストレス、環境の変化、加齢、様々な要因が挙げられます。集中力を高めるためには、まず自分に当てはまる原因を一つ一つ解決していくことが必要です。しかし、いくつもの要因を抱えていると、どこから手をつけたらいいのかわからなくなりますよね。そこで重要になるのが自律神経のバランスを整えるということです。自律神経は内臓や体温、代謝などを24時間無意識にコントロールしているシステムです。集中力が続くのが約90分と言われるのも、交感神経と副交感神経のリズムが影響しているためです。自律神経が乱れると集中力が途切れやすくなります。つまり安定して集中するためには自律神経を整えることが必要となるわけです。では続いて2つ目のポイント、持続集中力を手に入れる。
自律神経の乱れとは、交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、そのリズムが正常に機能しない状態のことを指します。自律神経の乱れが生じる原因の一つがストレスです。ストレスはネガティブな要因だけでなく、進学や昇進、結婚といったポジティブな変化も含まれます。これらの変化が自律神経に負荷をかけ、リズムを崩すことがあるんです。しかし、変化を完全に避けることは不可能です。だからこそ、日常の規則正しい生活を送ることが、自律神経のバランスを保ち、重要な場面で集中力を発揮できる基盤となります。規則正しい生活とは、人間が長い歴史の中で築いてきたリズムに基づいた生活です。朝日を浴びて起き、日中は活動し、日が沈むと寝る。この自然な流れが昔から続いてきた理想的な生活スタイルです。しかし、現代社会では夜遅くまで活動し、昼夜のリズムが崩れがちのため、自律神経が乱れやすくなってしまいます。では続いて3つ目のポイント、集中に入りやすくなる習慣を作る6つのステップ。集中力を高めるためには、午前中のゴールデンタイムを有効に活用することが大切です。特に9時から10時の出社後から昼食までの時間は最も効率的な時間帯と言われています。この時間を最大限に生かすための具体的なステップが6つです。ステップ1、起きる時間を少しずつ早くする。朝の余裕がその日の集中力に大きく影響します。寝坊や急ぎの準備は自律神経を乱し、その後の 2,3 時間は回復しません。これを避けるために、少しずつ起床時間を早め、朝の余裕を作る習慣を身につけましょう。ステップ2、情報をシャットアウトして心に余裕を持つ。スマホや SNS の過剰な情報はストレスの原因となります。朝一番でメールや SNS をチェックせず、外部の刺激を避け、心の平穏を保つことで集中力を高めることができます。ステップ3、温度差を7度以内に保つ。外気温と室内の温度差が激しいと、自律神経に負担をかけます。快適な室温を保ち、寒暖差を最小限に抑えることで、自律神経のバランスを保ちながら作業に集中できる環境を整えましょう。ステップ4、定期的な深呼吸で全身に酸素を届ける。背筋を伸ばし、姿勢を正すことで血流が良くなり、脳や体に良質な酸素が行き渡ります。30分に一度深呼吸をしてリラックスし、交感神経を優位に保つことで集中力を持続させることができます。ステップ5、整理整頓で明確な目標を立てる。デスク周りの整理整頓や仕事の優先順位を明確にすることが大切です。やるべきことを整理することで、集中すべき対象が明確になり、作業がスムーズに進みます。ステップ6、1日の終わりに3行日記を書く。1日の終わりに失敗したこと、良かったこと、明日の目標を3行日記にまとめることで、感情を整理し、次の日の集中力を高める準備ができます。手書きで書くことで自律神経が整い、心の落ち着きを得られるでしょう。これらのステップを日常に取り入れることで、集中力が持続し、生産的な一日を過ごせるようになります。では続いて3、集中力スイッチの切り替えでパフォーマンスを上げる。この章では2つのポイント、究極の集中力ゾーンへの入り方、パレートの法則に習うについて解説していきます。まず1つ目のポイント、究極の集中力ゾーンへの入り方。火事場のバカ力からは、極限の集中状態、つまりゾーンに入った時の人間の潜在能力を示すことわざです。ゾーンに入ると、人は自分の能力をはるかに超えた力を発揮します。これは究極に安定した自律神経のおかげで、血流が改善し、感覚が鋭くなるからです。ゾーンに入るためには、他の全てを諦めることが鍵です。ここで言う諦めるとは、目の前の問題以外の全てを忘れ去り、現在の目標に全力で集中することを意味します。例えば、野球選手がスランプに悩むのではなく、ただ目の前の球を打ち返すことに集中することでゾーンに入るように、私たちも余計なことを考えずに集中することで、その状態を達成できます。実際の日常生活に置き換えると、大量の仕事に直面した時は、間に合わなかったらどうしよう、質が落ちるかもしれないと不安にとらわれがちです。しかし、そうした不安や迷いは自律神経を乱し、ゾーンに入る妨げになります。そのため、目の前の仕事だけに集中し、他のことを考えないことが重要です。また、選択をする瞬間に迷わないこと、つまり決断力を養うことも大切になります。もちろん、迷いを完全に消すことは難しいですが、それを意識して取り組むことで、私たちは集中力を高め、ゾーン体験に近づくことができるはずです。では続いて2つ目のポイント、パレートの法則に習う。パレートの法則とは、19世紀にイタリアの経済学者、ビルフレド・パレートによって発見された原則で、全体の 80% の成果は 20% の要因によってもたらされるというものです。これは80対20の法則とも呼ばれています。全ての事柄がこの80対20に当てはまるわけではありませんが、本当に重要なことは意外と少ないと考えると、自分の限られた集中力を効率よく使うことが求められると気づけるはずなんです。では、この法則を仕事に適用してみましょう。1ヶ月にやるべき仕事が山積みであったとしても、それらを自分が集中して取り組むべき仕事、やらなければいけないが成果の低い仕事、ルーティンで処理できる仕事、他の人に任せられる仕事などに分類することが重要です。集中力は限られていて、多くの人の場合、そのピークは90分ほどです。
そのため成果の高い2割にエネルギーを集中させることがポイントです。パレートの法則に従えば、その2割の仕事が全体の 80% の成果を生み出します。集中力が低下した後はルーティン作業に移行し、リラックスしながらこなすことで効率的な時間管理が可能になります。重要なのは、集中力には限界があるという事実を理解し、最大限に活用することです。勤務時間中に集中できる90分のブロックをいくつ作るかが成果を左右します。ではこのあたりで最後に内容をまとめます。1、集中力を知る。2、集中力を上げる練習。3、集中力スイッチの切り替えでパフォーマンスを上げる、という順番で解説しました。今回紹介した本、自律神経の名医が教える集中力スイッチについて、まだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですので、ぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。自分に役立つ本を探したい、そんなあなたにぴったりのサービスがあります。え？人気動画配信者が分かりやすくビジネス書を解説、短い時間で理解度アップ、ビジネス図書館東京。